はい、今日の一品です。今日はおむすび屋さんのおにぎりの握り方、海苔の巻き方というのをやってみたいと思います。今日は一口目からハムの味、ハム巻きおにぎりを作っていきたいと思います。ご飯に水をつけてマヨネーズを入れてからハムを握っていきます。塩を若干振って握っております。そして逆三角形に海苔を切っておいて下の部分から包んでいきます。ご飯がちょっと多すぎたようなので皆さんは加減をして握ってください。これで完成です。お弁当にどうぞ。